はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。ツーポイントホスピタルやってみましょう。さあ、前回はこちら、ロボットが管理員を務めるチャズム24というところで病院経営を行いました。ですがね、かなり難易度が高かったということで、私あえなくリタイアしてしまいました。本当に申し訳ないということで、今回は違うステージで病院経営やっていきましょうかね。よーし、やっていきまーす。じゃあ次はここやりましょうか。アンダールックホテル、悪評まみれのリゾートで医療施設を経営しましょう。了解しました。行きましょう。さあ、ここは前回のチャグム24よりも簡単だったらいいけどね。すっごい難しかったもんな。一日中やってた、あそこ。はい、アンダールックホテル兼スキーリゾート、アンダールックへようこそ。このホテルリゾートは不運に見舞われ、管理が行き届かず、事故にも見舞われ、病気も蔓延して客は不満だらけです。オーナーは批判的レビューのせいで病気になってしまい、収益も難しくなりましたということで、薬病神がいるのかもしんないね。おバカたち、この地域で慢性的な疾患、犬バカ症の患者を受け入れたいですが、治療する手立てがありません。ビッグフット財団が設備をいくらか投資してくれるとのことです。治療する手立てがない、どういうこと？まずタスクの方は、一般的なマーケティングを完了すると3人の患者を感知させるで、パフォーマンスボーナス、ほうほうほう。じゃあまずはマーケティング室作りましょうか。マーケティング室は 4×3、 じゃあちょうどいいとこに、じゃあこうして、でこうすればいいかな。はい、で他にはなんか、このマーケティングのスピードを速めるようなアイテムはないですね。よし、いいでしょう。で、管理事務員か。いやー、スペック高い人しかいないですね。じゃあこっち、とりあえずじゃあここやらせようか。はい、マーケティングね。はい、お願いします。で、ホテル目標、5人の患者を感知させる。うわー、いろいろある。で、まずヘリコプターで患者さん来ました。見た感じそんな悪い病院じゃなさそうだけどね。あー、だけど寒いって言ってるから、ラジエーター置きましょうか。また寒いところ。はい、こうね。はい、で、この辺にも置きまして、はい、で、この辺にも置こうか。全然、冷暖房が完備されていない。で、この辺は特になんもないっていう感じかな。どうですかね。で、看護婦さんは、看護婦さん、この方は、事務員さんか。事務員さん、仕事しなさい。仕事を探している場合ではない。ここね。はい。1人いるのか。この人暇になっちゃうな。じゃあこの人クビにするわ。はい、ごめんな。で、まずはそうだな、ありきたりでしょう。根拠に乏しい流行りの健康法などにより引き起こされ、短絡的で文化的に独創性のない行動を引き起こす。わからんな。で、病棟が必要って言ってる。骨折病棟めっちゃ発展してんのにな。じゃあ病棟 4×3 か。じゃあこの辺に置いとこう。はい、こうして、ちょっとデカめに置いとこうか。で、受付で、パーテーション2つ置きましょう。で、はい、ベッド。はい、で、パーテーションね。さあ、これで着替えが2人できるようになるからね。で、小物とかも置いといて、で、できればレベル3まで持っていきたい。で、ラジエーター、はい。あとは、まあ書類だな、置いとくか。どこだったらいい。ここだ、オッケー。さあ、で、看護婦さんは足りてるかな。足りてないっぽいな。
看護師さんは、んー、じゃあこの人、はい、大丈夫？よし、お願いします。さあどうでしょう、今のところ順調っぽいけどね。あーで、3人の患者さんもうすでに完治してるわ、やった。目標達成の報酬として、ホテルから35,000ドルいただきました。ありがとうございます。オッケー。で、スタッフの昇進か。まあ、とりあえずやっとこうか。はい。で、研修。そうだな。研修室ないからな。研修室置いとくか。研修って結構大事だなって最近思い始めてきた。じゃあ、こうして。で、こうして。で、まずは、はいはいはい、3つぐらい置こうか。で、本棚置いて、で、研修スピードを早める。なんか、1つ終わったな。ホテルが維持費の 68% を負担してくれました。なんで？すげえ。多分完治率が今回高かったからか。よし、いいぞ。OK。ここで研修させよう。診断のスピード早めるか。じゃあ、こう。よし、行ってこい。で、おバカたち。病院は絶賛稼働中です。ビッグフット財団が犬バカ症への治療技術を獲得し、こちらに寄付してくれました。マーケティングが終わったんだ。ナイス。で、次が、犬小屋がアンロックされました。犬小屋？まさか、ここ？部屋かな？あー、やっぱり犬バカ症だ。だから犬バカ症多分置かないといけないね。じゃあ、とりあえず置いとくか。はい。うわー、犬小屋だ。なんかドッグランみたいな。うわー、すげえ。じゃあこうすればいい。はい、これでいい。で、ラジエーターも置いとくよ。はい、オッケー。わー、犬来たーワンちゃん来た、かわいい。いやー、でもなんか、あ、見て、あの、なんか手が人間っぽい。指がしっかり5本あって、うわーお前人間か。さあ、で、今から治療されに行くんでしょうか。で、あと、泡展望症。患者はことあることに転んでしまう。よほど地面にキスをしたいのかと勘違いされがちだ。いやいや、そりゃ勘違いだよ。誰が好き好んで地面にキスしたいんだ。で、今、お医者さんね、今、今、研修してるからね。ちょっと待った、じゃあ、この方、はい。ごめんなさいね。で、あんまお医者さん増やすとね。またこう経営を圧迫してしまうから、早めにこっちの研修を終わらせてもらわないといけないですね。患者さんどんどん来る。で、2人の看護師か。あ、今研修終わって、で、もう1人今研修してるから、この方が終われば、ホテルの目標終わった。 OK。 で、4万円もらいました。やった。で、3人のスタッフを昇進させる。ああ、いいね。じゃあまずは1人昇進させよう。結構金は今回余裕あるかも。で、ちょっと評判があれか。一つ星病院の条件が追加されまして、60人の患者を完治。マジか、えぐ。で、病院の評判は 38%。 じゃあとりあえずやっておこう。で、12人の犬バカ症患者を完治させる。了解しました。で、犬バカ症は病ここは、あ、お医者さんじゃなくて看護師さんか。看護師さんはそうですね、じゃあここで働かせるか。で、ちょっと評判下がり始めてるな。他にはどうだろう。で、あーと、もう一匹ワンちゃん。今度は黒いやつだ。うわ、普通に器用に座ってるわ。人間じゃん。
さあ来ました、犬小屋。犬小屋にワンちゃん来たよ。この方を12人治療しないといけないんで、さあまずはまずは入れってか。さあどうぞワンちゃん、ワンちゃん入って。あーで、あ、まさかこの玉を、この玉をワンちゃん、そらほら取りに行ってこい。はい、あーで地震くんこのタイミングで、わーなんだこれは、なんだこれは、どうしてそんなこと。ワンちゃんがかわいそうだ。で地震がすごい。ああーで人間に戻ってる。やっと自分が人間だということに気がついたね。よかった。で治療できた、大丈夫、オッケー、ナイス、よかった。でこの犬バカ症の患者はあと11人治療させないといけないんで、うわめっちゃかかるね。でその犬バカ症っていうのが、犬を愛する人が犬であることを愛するようになった人を指している。皿の底を嗅ぎすぎたせいで引き起こされた精神疾患の一つ。精神疾患なんだ。いやーこれは厄介な精神疾患ですね。さあ来ました、犬バカ症救急、7人の犬バカ患者を完治させる、これ行きましょう。こういうねミッションがないとね、多分ねこのミッションはね時間かかっちゃうからね。さあまずは7人の犬バカ症患者が来ます。さあワンちゃんめっちゃ来たよ。ワンちゃん7人いたからね。で犬バカ症の患者さんあと6人治療させればいい。でこの犬小屋がやばいよ。犬小屋修理お願いします。めっちゃ犬来てる。座る場所持ってくるから。もうこんなに来ると思わないから。はい、ワンちゃんワンちゃん、はい、さあさあどんどん直していこう、お願いします。さあ行ってこい。もうすんごいえでどうだ、直ったか。あーダメか、いきなりダメか。で甘党症っていうのも出てきた。もう、もう新種の病気ばっか出てくる。さあそして12人の犬バカ症の患者を治療させることができました。オッケー、まずは一つ星病院のタスク1個目、オッケー。であと3つか、あと30人患者を治療完治させないといけなくて、でマーケティングももうあと1回やらないといけないか。でこの病院の評判ももっと上げないとと思ったら患者さんめっちゃ来てる。あーで気まぐれ症の人来てるか。気まぐれ症んだからカラフル治療室追加しとくか。気まぐれはねここにしましょうか。はい、で通してでこうか。でとりあえずラジエーターじゃなくてラジエーターね、これを置いといて、まあポスターたくさん置いといて、で部屋のレベル上げておきましょう。で3件のマーケティング終わりましたね。んーでマーケティングをどんどんやってこの病院の評判を上げないといけないんで、もっとやっていきましょう。じゃあ中規模キャンペーン、今度は中規模だ。でまたホテルが維持費を 80% 負担してくれた、ありがとう、めちゃめちゃ嬉しい。さあでどうでしょうどうでしょう。あーで今度は精神診療室いるか。精神この辺り置いとくか。ちょっとどんどん狭くなってきたな。こうして、はい、こうしようか。でこうしてでこうでもうちょっと部屋のレベル上げて、よし、でもうちょっとポスター貼って、でラジエーターも置いて、はい待ってね、よし OK で、はいはい行ってみましょう。で精神科の患者さんいるかな。一人いるか。で今総合診療室で作業中、了解。
ここも結構忙しそうだな。で、今研修やらせてるから、なんとか早めに終わってほしいな。オッケー、ナイス。で、白熱凍傷の人も出てきてるから、じゃあ今度はデラックス診療室も置いておこう。 3×3、 ここやな。こうして、で、ここにじゃあデラックス診療台置いて、で、これでラジエーター置いて、はいはい。で、もうちょっと満足度上げるために、さあ部屋のレベル上げて、はいはい、めっちゃポスター置いて、もう鬼のように、はいはい、オッケー。さあこれでいい。さあどうでしょう。で、コーク1080症、なんじゃそりゃ。やばい、いろんな病気出てきてるな。何種類あるんだよね、病気って。やばい、さばききれん。さあクリアまで近くなってきましたね。あと4人完治させればいい。で、病院の評判もあと 5% 上げればいいんだ。オッケーオッケー、頑張って。うわー、頑張って、もうすぐやから。ここのミッションもね、結構難しかったよ。で、今ね、この白熱凍傷のミッションやってるからね、休館来てる。で、キャンペーン終わった。で、今度はじゃあ大規模キャンペーンやってみましょう。はい、いってらっしゃい。さあ頑張れ。で、ホテル経営者からのお知らせ。5株の植物に水をやれば報酬18,000ドル。オッケー、ナイス、いいね、やろ。じゃあ、はい。で、まだまだあるやろ。じゃあ、おい、はい、じゃあこまめに水をあげて、はい、18,000ドルをもらいましょう。いいね。今んとこ順調に回ってるな。さあ残り2人だ、完治。残り2人を完治させれば OK よ。で、電球変えて OK。 さあよし、で、完治できましたね。 OKOK。 さあ、で、完治60人は達成したね。あとはこの病院の評判だけです。あと 1% かな。あと 1% 頑張れ。で、今 OK、 ナイス、やったーいやー、ここのね、病院経営もめちゃめちゃ難しかった、一つ星病院達成です。おめでとう、やったー。いやー、で、犬バカショーポスターがアンロックされました。オッケー。いやー、お疲れ様でした。さあ、私のこの2ポイントホスピタルのゲーム実況なんですけど、今回で一旦最終回とさせていただきたいです。本当に突然で申し訳ございません。いやー、でもね、このゲーム本当面白かったな。もういろんなね、バカげた病気がね、出てくるからね、もうそれをめちゃめちゃ真面目に治す、みんなねお医者さんや看護師たち、本当にね、頼もしかったです。本当ありがとうございました。はい、それでは今回はここで。ご視聴ありがとうございました。次回のゲーム実況お楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。さよなら、ありがとうございました。